こんにちは、鈴川彩子です。本日もですね、こちら私たちも大好きな鉄おもさんの編集部に遊びに来ております。そしてですね、なんとプラレールの新製品を見せていただけるということで、タカラトミーの樋垣さん、よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらなんです。おー、もうちょっと、はい、皆さん、トーマスだー。チックン来ました。わー、チックンも冒険美先生。これ、あれ、これなんかシートが、はいはい、今回ですね、すけど、はいはい、もうちょっと、まあ、遊びで一回シートも付け出していただいてるんですけど、はい、何かっていうとですね、はい、ちょっとトーマスの秘密がありまして、ね、お、父もシューって今回仕組みをちょっと、はい、ズバリじゃん、商品名、はい、蒸気がシュッシュトーマスセットというですね。おー、蒸気がシュッシュトーマスセット、はい、このトーマス君に給水をする形にするんですが、そっか、本当のお水を使って、はい、なんか以前もデゴイチかなんかで結構前に出てましたよね、蒸気のすごい大人気。2005年の時にですね、はいはいはい、トーマスのこういう風な同じ、そかそか、トーマス、はい、今回それの最新版。おー、はい、で、前回はですね、結構そのお子さんがなかなかこの給水だったりとか、はい、そういうところに関われなかったので、うん、そういう方を関わってもらおうかなというとことで、ちょっと今日は工夫をさせていただいて、じゃあ子供でも簡単に、はい、このまあお水も使ってちゃんと蒸気を出すシステムができるっていう、はい、あ、で最初はですね、これ給水塔なんですけれども、はい、本物と同じような形にしてるんですけど、うんうんうん、まずここはちょっとお母さんの役割で、はい、お母さんの役割、はい、これ普通の水なんですけれども、はい、お水、ここの矢印、今、はい、SL モードになってますけど、あ、なんかなってます、このコップのモード、この形の同じコップのモードですね、はい、これにこうしていただきながら、はい、このボタンを押して水を吸い取るようなことをちょっとやってもらっていいですか。あ、ほんとだ、あ、この1回で十分です。1回でいけるんですか、はい、すごい、今なんかこの押してこう空気を抜いてこの上に上がる瞬間になんか吸い上がってる感じが、はい、これ吸い上がしました、はい、え、これでいいんですか、はい、1回だけで、これで大丈夫です。ここの、まあ、引っ掛けてもらって、はい、あともここに、あ、簡単にカチッと、はい、置くだけです。車両の動力はこの2両目についているので、あ、こちらスイッチを、あ、後ろが、はい、あれ、止まっちゃいました、はい、今スイッチ、ここで駅で止めている状態で、はい、で、あとここに、こちらがスチームとサウンドの位置になります。あ、本当だ、ここですね、はい、トーマスのこの横に、じゃあオンにします。トーマス、トーマス、蒸気が出るよ。僕トーマス、蒸気が出るよ、はい、で、はい、この赤いボタンを1回シュート押していただいていいですか。え、これを、お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 、はい、はい、今こちらの方で受けが満タンになった状態でこのように、はい、あの準備ができたよっていう、満タンだって言ってくれるので、はい、じゃあ出発進行。あ、出てる、蒸気、蒸気出てるよ、ジークン、ほら見て、ここ、あ、ほら、あとなんか赤く光ってるから、はい、分かりやすいですね、この蒸気が、また蒸気を出すぞ。こうチームとここ手かざしてもらっていいですか。あれ、暑くない、暑くないし、なんかちょっと涼しいぐらいの、はい、むしろあの蒸気というのでちょっとあの熱い水が出てるようなイメージかもしれないんですけど、全然暑くない、はい、これカッと同じ原理ですので、あ、はい、基本的にはそのもちろん熱度が出るわけはないので、あ、じゃあ子供でもまあ全然こう、はい、触っちゃったりしても安全に、そうです、霧状の水がかかるだけなので、はい、へえ。でもなんかほんとそんなにあんまり濡れる感じもしないですね、全然。へぇ、またちょっと駅へ止めていただいていいですかね。はい、じゃあ次駅停車します。もう今水がないんだと言ってますね。あれ、そうすると、あ、お水を入れてねって言ってる。お、ありがとうございます。満タンだ。パチンコ、そういう形であの定期的にこう給水を、あ、タイミングはトーマスが言ってくれるんです、はい、でもお水がないよって。そうなんです、水がなくなったらトーマスがなくなる、お水がなくなったよって言ってくれます。すごい、はい、かっこいい。結構トーマスがいろんなおしゃべりもしてる。そうですね、はい、ちょっと止めてみようと、シュッシュー。おお、すごい、今
止まった時もお水がある時は止まった時にシューッと引き上げていく。今回ですね、これ実はママ向けというかですね、はいはい、お母さんに対してね、いろいろあのケアをさせていただいてるというか、はい、水を使うおもちゃなので、うん、お部屋が水浸しになっちゃったりとか、あそういうちょっと気持ちになるじゃないですか、うん、で先ほどこの緑色のこのシート、なるほど、はい、これ防水シートなんです。あーすごい、はい、ですちょっと今ちょっとこぼれてますけれども、全部この下で、あ、ほんとだ、防水シートのところで受け止めてますので、床には全然いかないですね、はいはい、でもなんかこれやっぱ敷くだけでね、一気にこのトーマスの世界というかね、また緑のね、シンプルながらもいいですね、あとまあスチームを見ていただくときに、はい、やっぱちょっと色の濃いものがあるとより見やすいだろうということもあって、今回用意させていただいてまして、これ商品に入ってます。おーすごい嬉しい、はい、始まったんですけど、なになにこれもお母さんママ向けなんですけど、こうやって遊ばなくなって、はい、トーマスが放置されている状態なんですが、はい、水が中に入っている状態なんですね、そうするとそのままカビてしまう恐れがあるじゃないですか。あで、そしたらもうあのトーマスが自分で勝手に中に入って全部使い切っちゃうんだ、はい、これ使いもう全部引き出し切ったっていう。あーすごい、このままやっぱりおもちゃの中に戻しちゃうとちょっとやっぱり水が出ちゃったりとか危ないところもあるので、はいはいはい、すごい、もうトーマスの方でそれやってくれる。これはねちょっとね、まあ母親目線としてもすごい嬉しい機能ですね。自動でこの自分でトーマスがちゃんとお水を使い切ってくれて、しかもそれ見てるのもちょっといいですね、こう思いっきり今だからちょっと見どころをしっかりとして、すごい、あとですね、ここの水、ここから水入るんですね、はいはいはい、うん、ボタン押しました。あの入れすぎるとここから出てくるんです。あ、この脇のところですか、はいはい、へえ。そしたらここ手前に今池があるんですけど、水が溜まるようになってます。なるほど、確かにくぼ、ここなんかやけにリアルだなと思ったんですけどカエルさんがいたりとかする。ほんとだ、かわいい。あ、水受けというか、はい、ちゃんと作られてるんだ。ちょっと今、せっかくですなんで、はい、水をしていただいて。お、あ、今出てきちゃった、ね、もう一回じゃあちょっとわざとね。もう出ないかな、はい、すごい今ここから、ね、はい、入れすぎた分が出てきて、はい、ここに溜まってます、はい、だからここであのお子さんがたくさんバサバサやっても水が溜まるようになっているので、一応ね、2段階で一応防水ができる。すごい、出発進行、いってらっしゃいトーマス。もう水、まあ、ちょっとこのね、これですよ、これなんか、はい、ね、橋脚とかなくても全然建てられる、鉄橋枠っていうんですか、はい、鉄橋枠子供ってまだうちの子供2歳半とかなんですけど、やっぱりね、この橋脚つけてってなると、うん、なかなかこう橋を自分でかけられなくて、まあ、やってやってってなるんですけど、これだったらもう本当にちょっといいですか、こう置くだけで、はい、へえ。いや、ある程度成長されたらちょっと大きくかもしれないんですけど、はい、この部分でも突起がありますよね。はい、本当だ、作れる、ちゃんと、はい、いつも通りにも使えるんだ、橋脚で、はい、橋脚を使いたいときはこれで橋脚にさせていただいて上げていただくこともできます。すごい、嬉しい、またすごいセットが出てきましたね。水がなくなっちゃいます、ね、水が飲みたいかなって。水飲みたいと思います。もう一周走らせちゃおう。じゃあしょうがない、あ、水コールが、よし、じゃあ水を入れてあげよう。ちょっと待ってもらっていいですか。でね、あ、水を入れないと、はい、あのまたトーマスがちょっとわがままを言い始めて、え、聞きたい、あ、水水こっちこっちがいいや、こっち、あ、水水はい、じゃあ水入れてあげよう。お、まず一発で満タンだ、一発進行。おー、ここでストップなって、お、イエーイ、あ、すごい出た、到着、じゃあ出発する、出発進行。おー、トーマスバイバーイ、チクチク、こっち見とこう、あ、喉乾いたって、チク、喉乾いたって、赤いボタン押してごらん、チク、ここ押してあげて、お、できる、一緒にやろうか、せーの、あ、チク、スタート、
わーすごいできた蒸気出てるね、煙出てるね。そうそうそう、おすごいすごい。あ、水なくなっちゃったよ。水なくなっちゃった。水がないよ。あ、よいしょ。お入った。あ、判断だ。はい、出発進行。わー、いってらっしゃい。バイバーイ。メメイだ。ほら、トーマス、バイバーイ。頑張って。あった？おお、すごい。あった。はい、トーマス、バイバーイ。なんか荷物乗せてるね、後ろね。なんだろうね、あれ。かっこいい。ちょっと食べてみて。じゃ、ストップ。うん、あ、近く見て見て、あ、どうす。おー、やっぱ水が入れたがりますね、子供はね。でもね、ちゃんと入れすぎてもこっから出るから、すごいいいね、楽しいね、これね。お水チックンでも入れられるね。あれ？あら。あ、すごい。すごい。ちょっと見て見て。タッチタッチ。あれ？すごい。あ。了解。じゃあまた遊ぼうね。バイバイ。だってバイバイ。お水もなくなっちゃったんだ。ねえ、終わり。終わり。うん、はい、ということで、新商品見せていただきありがとうございました。ちょっとね、大人でもね、興奮しちゃうぐらいのこの、はい、状況で、しっかりとこのね、あの安全性だったりとかは、もちろんね、いろいろちゃんと子供でも、あ、すごいすごいすごい、出てる出てる、最後の水を、すごい。ちょっとこれ間近で見たいな。おこの赤いライトがね、またいいです、揺らめいて。うん、すごい見えます、ほら。おあ、また遊ぼうね。こちら3月30日の発売になりまして、はい、3月30日、はい、蒸気がシュッシュトーマスセットになります。蒸気がシュッシュトーマスセット、皆さんチェックしてみてください。ありがとうございました。シュッシュッシュッシュー。